ポスター、ポスター、ポスター、ハック、ハック。抽選。はい、ナイボー。ソーブ。ナイス。ソーブ。終わらんかった。許さない。終わらない。優しい。今日だけ外国人いる？器を見せつけてきてる。許さない。ああ外国人。私の方が許されない。私の方が許されないの？一言も英語喋ってない。マジで一言も喋ってないな。あ、6秒前の死亡です。おお、アーカイブ聞いてなかったっけ。メインで最後僕見てる。アーカイブ、あ、ほんと、うん、メインでいつ見たの？サントスさんとマオさんとすれ違う形で、シャワーメイン、自分がシャワーに入ってて、停電より前ですね。うん、アーカイブに行ったってこと？だからサントスさんからの話聞きたいかも。俺がね、俺はアーカイブに行って、マオさん、サントスさんの順で、いや、なんか停電前の死人なのに、なんか自分が最後って言い切ったのがめっちゃ怪しいなと思って、カーソル合わせてた、投票しちゃった。私、まあまあ、ごめんなさい、俺が最後に見たってだけね、うん、いや、そう、そのなんで最後に見たって言い切れるのかがめっちゃ、他の人に会ってないからね。他の人に俺が会ってないから、俺の話ね、俺が最後に見たの、最後にマオさん見たって。ああ、なるほどね。うん、そう、その後誰とも会ってない。はっちゃんで、はっちゃんの死人ね。はっちゃんから、うん、はっちゃん視点の死人が真央さんの最後。私は、そう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 、うん。アーカイブシャワーで、シャワーのからメインに入った時に、除染部屋から出るはっちゃんと会って、暗室やって、エリキグやって、先に下ってた畑坂がもう一回登ってくるのを見て、うん、エリキグイ上げて、フルコンさんがバイタル側から来て、終わりなんで、私視点、フルコンさんが白っていう感じです。フルコンさんとエレキで会ってるんだったら、サントスさんは僕、うん、あの停電前に多分エレキ内で会ってるはずなんで、戻らないといけない。エレキ内っていうか、初そこは登って私がクロス、そうそうそう、はしごですよね。そう、クロス、うん、そう、クロスしてるよね。そうそうそう。でもサントスさんは下がってるように僕は見えてるから、うん、まあ、戻らなきゃいけないから、合ってる合ってる。そう、メインで切るんだったら大変ですよ、もうちょっと。このキルはローマプテムリ。はい。オマもいるの？オマもいます。オマ今、プテ橋のもう本当に真後ろにいる。あ、そうなんだ。アイデンバンバン、展望。展望か。一応俺、停電めっちゃ勝ち合ってて、俺が開いた時は全部下がってて。ああ、合ってるよ。大丈夫、大丈夫。うん。多分。うん。はい。で、一応、証拠を右で直してるから、アーカイブ付近だったら俺はできちゃう位置。何秒前にハッちゃんって見ました？真央さん。何秒前だろうな。まあ、停電前。停電前ですね。すれ違って、1、2秒で停電入ったぐらいですね。停電多分ね、6、7秒ぐらい。うん、で停電始まって割とすぐに死んでる。バイタル見て2秒ぐらいで、うん、6秒前死亡。最終どっちに行ったっつった？真央さんがってこと？ってたって、うん、真央さんは左、シャワーからメインに出てくるところを俺がすれ違ったって感じ、ね、うん、多分アーカイブ脇だから左に行くと思います。あってはいい。そうだね。うん、キルを上げんときつそうね。
ダメだ。いやー、うん、まあ畑坂は確定人外ね。直せない人外かな、うん、直しましたけど。直してないね、俺が直した。で、ゲンさんも重なりには言ったけど直してないよね、多分ね。はい、直りきらなかった、全然。うん、めっちゃすみません、すみません。絶対死ねると思う。ネロちゃん多分2キル無理だと思うから。うん。うんうん。死人は今回死んだ2人の持ってる人います？死人は。アーカイブ脇ではない、2人は。うん。オニキと一緒に貨物はいたじゃないですか。うん。で、俺その後診察エレクトリカル行ったんすけど、うん。フルコンさんと会いましたよね。あ、はっちゃんは来たよ。はい、で、オニキは来てない、その後も。ずっとエレキにいたけど、会ってない。その直前、上回り。その直前にプテさんが診察に入ってるところをすれ違っただけですね。じゃあ、お前さん怪しくなりますね。あ、俺怪しくなるな。プテは一番、まあ、いや、プテは一番最初貨物にいた。俺が覚え芸を覚えた時に、診察の下から入ってきてる。で、逆走して俺は、コミュニケーションまでの間、シャワー全部とメイン全部の部屋の死体確認までしていない。死体はない。ゲンハタ・ネロはこのキル書かれないと思ってもらって、多分大丈夫。うん、ゲンハタ・ネロ、はいはいはい。うん。まあ、ネロちゃんは大丈夫かな。プテハシは多分、ハッチャンがやってると思う。貨物で死んでるんじゃないかなと思ってます。うん。フルコンさんってエレクトリカルでどこ行きました、うん、その後。そのままずっとレバーしてた。ああ、なるほど、うん。俺その後エレクトリカル、はいはい、その後エレクトリカルで勝ち、そうですね、はい。自分メインホールまで上がってて、勝ちタスクやって、コミサボ向かおうとしてるとこなんですね、まあ、エンジンの左側なんですけど、うん、貨物に行ってないんですけどね。うん、あ、そう、貨物には戻ってないと思う。まあ、貨物側から来て、エレキにいたけど、うん、はっちゃんが右に抜けてるのは見てないので。おまおじさん指定するのが俺しかいないんだったら、まあ、俺とおまおじさんの対抗になるけど、まあ、フルコンさんからは白く見てもらえるかなぐらい。まあ、シャワー弁当あるからなんとも言えんかもしれんけど。俺自身は手端見てないから、貨物主体が本当であれば、うん、はっちゃんは、こっちは通ってない。まあ、おまおじさん初手切りできないから、はっちゃんの方かと思うけど、おまおじさん。どこまで見てます？そう。オニキどこ行きます？あ、じゃあフルコンさんで。え、ごめんね。あ、そういうことか。え、あ、押しましょうか。もう一回押しましょう。俺コミサボ。佐藤さん今結構議論誘導した感あったけど。俺ゴミサボ行きます。おい、左。はい、あ、はい、ナイス。全然分かんなかったわ。え、ね、僕的にはフルコンオマオジュ2択なんじゃないの、そうなると。フルコンオマオジュなの、ハッチャンになるじゃん。うん、なるほど。2連続競技者だから、もともとハッチャンは結構筆頭かと。っていうか、っていう、そう、フルコンさんは初手切る、私視点できないし、オマオジュさんも初手切るできないから、初手切ると被ってるっていうので、優先と決めるのかなと思ったけど。絶対フローマ2択って、竹雄さん視点で思います。畑坂から白をもらわせるのがサントスさんなんで、サントスさんそこそこ怪しいんですよ、俺目線ではね。うん、いや、だから俺の中で打ち上げとしてフルコン、サントス、ハタサコがありえます。サントス、フルコンはあると思うよ。うん。うん、あの、マーサの死人が全部消えてるんで。うん、初手切るは、フルコンさんと見合って、最後、さっきの弾はボタン。私がボタン待機です。ボタンか、失礼しました。で、宿舎下の扉閉まってたから、あるとしたら宿舎脇である可能性しかないと思います。サントスが切る場合ね。左側とか真ん中とかにいた場合ってアルマが絶対俺かオニキが見るんで、うん、いないと思うんですよ。だから俺結構その3人街追ってますね、うん、サントス、フルコン、ハタサコの3人街で、初手は真央さんの死人が消えてる、うん、って思いません？まあ、ハッちゃんをグルーと置く場合ですけど。え、おまおじさんはハッちゃん推しだから、おまおじさんはどうなるの？そのネルちゃんの主張だと、まあ、それはおまおじさん視点の話ですよね。だから初手切るが誰できるのかって話になるんで、ハッチはもちろん容疑者に入りますけど、真央さんの死人を消せるのってそこの3人かなと思ってるんで、この話をしてます。うん、ネロちゃんが初手切れ無理になるし、おけんさんもまあほぼ無理、
まあそっか。フルコンさんは抜けていくの見てないんですよね、はっちゃんが、バイタル側に。うん、見てない。やとしたら、フルハチがすごく俺怪しく見えます。まあ、ね、まあ、プテハシの位置が、まあそこまでいい。はっちゃんやってるじゃん、アルマッチの方かな。そこまで追ってかれるならフルコンさん釣り替えでもいいよ。私ははっちゃんが主的るあれ入ってるから。逆に中野アルマ全く見てないっていうんだったらミーティングは結構濃いかなと思います。だからサントスさんっていうのはなると思う。たくさんマット軸でいけばそっちの方が濃厚になるのかと思いますけどね。その3人になると思いますけど、まあ今日はフルコンさんからいきたいっすね。俺は俺か。まあもう決め打ちです。俺の中では、まあ私まあまあまあ、まあ、フルコンさん倍初的できないし、バイタル情報出してくれたから、私視点は白いんだけど、私視点は白い。まあ、お互いは白いですよね。だってエレキで死人があるから。うんうんうん、エレキってか最後死人あるから、そう。私視点はフルコンさん釣りしたくなかったけど。僕、ボタンいきます。はいはい、うんうん、まあまあでも決め打ちになっちゃいます。はっちゃん白で、はっちゃん白で決め打った場合って俺が釣られるんじゃないかそれ。いやもうだからその、うん、エレキにエレキというか、まあ、サントスフルコンハタサコのこの3人会で俺は追っちゃってる。そもそもね、初的にも含めて、うん、はっちゃん単独か、その3人会みたいな感じです僕の中でね。他の候補が見当たんないんですよ。ふてはしキルに関してはフルコンはっちゃんのつながりがありそうかなって俺思っちゃうから、そこまでワンセットかなって思っちゃうね俺は。逆に切れてんじゃないかなと思ったけど、そこはでもその場合って中野アルマの死人が絶対出そうなんですよ他から。そこがセットだったらね、うんうん、そうね。僕が上回りで、下回りでハッちゃんが行ってるっていう感じだから、うん、どっかにクルーは絶対混じってないとおかしいじゃないですか。おまわりさんも含めてね。そうね、またそこは確定人外だから俺の中で。って思いますけど、中野アルマの死人が出ないのがもうサントさんが黒っぽい理由になってるのかなと思って。あ、じゃあ私じゃあ釣り飲みますよ、どうぞ。はい、で終わらないんでボタンを押してもらってラストウルフどうか誰かな、ハッチャンか八尾間だったらサントさん的にはどっちですか。八尾間だったらハッチャン圧倒的に。ああじゃあサントスさんつって終わんなかったらもう8ていくしかないです、ね、だって初的で私視点フルコンさんできないから、フルコンさんがインポスターだったとしても初的の容疑者が残ってるから、でおまおじさんが展望できないから、おまおじさんはラストウルフになりえないです。フルコンさんロージックで、フルコンさんがローじゃなかったらもう負けなんで、私視点何も考えなくていいんで。そうですよね、何も考えなくていいんで、かっちゃんが対抗でおまおじさんは指導前提で進めてください。いや危ない。初手切るだけで見るんだったら、あの8サントスでいいと思う。俺もサントスさん、マオさんの次に見てるから、まあサントスさん全然できるから。フルコンさんが初手切る関わってないんで、私自身繰り返しだけど、うん、でフル8で完結するんで、私釣り飲めるんで、まあ私はフルコンさんが初手切るしないインポスターにお祈りするしかないので、それにかけて遺言はっちゃんで進行で大丈夫です。アルマ君がメイン分けっていうパターンってないかな。メイン分けエレキって言ってるパターン。いやなんかもうそれもあんま考慮されてないんでいいです。もうなんかメイン分けエレキでフル8 2人で死人潰してるみたいな。サントさん逃げた。今日、いや今日私の日だから、今日私の日だから大丈夫。はっちゃん釣り遺言はっちゃんで続くんで押してください、はいはい、了解っす。俺右行きます。やり源さんの現行犯なんだが負けか。いやこれダメっぽいな。おまわりさんに入れます。はっちゃんがガチであのインポスターの動きしてたから。おまわりさんに入れます。
負けだ。なんか勝った。あれ？負けか。いや、どう？ケンさんが切ってんか。そうか、古八でもないと。だとしたらキッチンとかなんかな。ですかね。ごめん。グレート。全然わかんなかった。うわー、ジジー。はい。あ、マジか。うん。ジジー。髪切るやな。うん。髪切るわ。はっちゃん。ショートキル僕はい。あ、ショート。うん。ナイス。前でめちゃくちゃ人間だと思う。初日にすればよかったなもん。ごめんなさいマジで。うん。いやこれ僕の脇が旗源に隠されててエレキの7番で死んでるから。あそんなとこにいたんだ。ああそうか。あレバータスクで7行かないから。確かに行ってないわ。フルコスが多分一番近かったんですよね。めちゃくちゃ近いのに。なるほど。レポされてびっくりしたんですけど。うん、レバーやってて、あのね、741に行かずに、その右の2列でやってたわ。そっか、すぐそこにあったんだ。マジか。はい、じゃあ次行きまーす。はい、よろしくお願いします。綺麗に勝ったな。ナイス。